これどうしたん？あ、それはそういう仕事の人が持ってきた。そういう仕事の人、南きんのこれ。え、それを、これ何？王子様。俺にだ。高崎さんに、あ、これが似合うと思ってって、なんかこれが入ってた。またまた。またまただよ。俺これじゃないよ。俺欲しいの。これじゃないよ欲しいのってことは、なんか違うのかな。何が欲しい？普通にかっこいい服だよ。ちょっと違うよ。高崎でも元カノだ。やめろ。その時あのチャイナドレスとか着せてたよ。着せてねえよ。本当に着せてねえよ。なんだそれ。ゼロイチもあるんだ。ゼロイチもあるんだじゃねえ。ゼロイチしかねえ。投げんな。いただいたものだからこれはいりません。正直でも今のうちに着とかないと、うん、マッチョになったら着れなくなっちゃうよ。あー、なるほどね。サイズ的にね。一回着てみ。あ、いいよ、ここでいいよ。王子様コステ。あー、でもいいや。おお。思ったより、うん、あ、そう。あ、似合う。私服で着てそう。いや、ちょっとそれどうなんだろう。俺白似合わないはずなんだけど。確かに、キメ取りするもんね。うん、なんかその、補填すんな。あ、いいやん、いいやん。あれ似合うじゃん。いいよ、マジ。いいんじゃない。かわいい。イギリスの王室の楽器隊みたい。あー、いい、確かに、うん、楽器隊いいね。王子来てやっと楽器隊まで行けんねん。王子にはなれへん。王子には行けないから。あ、ええやん。俺思ったよりいいね。お、似合うじゃん。これだいぶ話し方変わるやろ。我が輩のうちへようこそ。絶対我が輩じゃないよ。ひゅいし。何？ひゅいし。ひゅいし。宮の者、図が高いぞ。時代が違うんだ。図が高いぞ。しも高いのみたいに言う。あ、だから例えとか王子にダメだよ。喋ってんだから。王子だって NG。マジで、でもなんか、え、これ似合ってんだ。似合ってる。読めるよ。うん。これで一緒になんかあの遊びに行ける俺と。いや無理だよ。じゃあ無理じゃない。ちょっと着てみる。え、俺ノジリの方がなんなら似合いそうだなって思っちゃう。まあまあ確かにな。まず一回上の服。いや、ちょ、まだ今は早い。比較とっとこうや。でもさ、え、ちょっと、え、そうでしょ。大きくなってない肩。いや俺マジでトレーニングしてるから。え、ちょ、一回脱いでよ。いやでもちょっとまだやりたくないんだよな。お腹とかじゃないっぽいもんね。ちょっともう本当に見てほしい。あと本当にあと1ヶ月後の俺を見てほしい。じゃあ比較した方がやっぱりみんな楽しめる。いや、過去の俺のあのなんか汚いファッションコーデのやつのあのブリーフがあるだろ。あれで比較できるって。あ、あとあのあれか、ヒートテックのやつとか。ちょっと なんで全員ズボン下ろすの、この家の人。勝手に。それもう聞けよ、しっかり。なんでそのズボン履きながら履いてる方がこっちで隠すんだよ。あ、でもしょうかね。まあ確かに似合うな、ちゃんと普通に。え、ノシリも似合ってんの。てかまあ、ノシリの方が王子感はあるな、うん、おお。その髪型が、確かに。で、俺が着てなんだよ。完全にアムロレイみたいですね。ああ、うん、なるほどね。アムロ行きます。ありがとう、ありがとう。なんか嫌な例えしちゃいそうやった。言ってくれていいんだよ。はい、いやいや、今のは、まあ、正直その南も似合うんじゃない、本当に。いや、高崎ガンダムいける。高崎ガンダムいける。ここに2つの画面に分けた時に高崎のここに野爺さんおって。ああ、なんとなく分かったけど、今度は。なんとなくコックピット側と本体側ってことでしょ。あ、シュー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 。ノータッチで。ノータッチで今の動き。え、あ、動かしちょ、ちょっと俺の前にさすがコックピットが。確かに。シューン。めっちゃ空じゃん。シューン。あ、そのラジコンみたいな感じな。シュシュシュピョピョプーン。中に乗ってるんじゃないの。どうなったよ今。
今どうなったんよ。気まずそう。レイとガンダム。同じ世界にいる状態だからちょっと、まあ、同線にいたからね。続ける？あ、続いてなかった今。喋ってたわけだし。もうすでにな。いや、ちょっとミネも着てみようよ、これ。あ、いいわ。いや、着て、着る、着ろって。いい、俺はいい。その待ってるってさ、ミナミさん来てほしい、ミナミさん来てほしい。うるせえ、黙れ、うわぁ、うるせえ、ミナミが壊れてくよ。えああ、まあまあ、確かにな。王子ベベ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 あれ、でもなんか、なんか違うかもな。一番似合ってないかも。うん。なんで、なんで？ごめんだけど。なんでだろうね。顔がさ、あの、情けない方の顔にセットしてるかなと思う。ちょっと、そういや、だから顔がちょっと入れてるから、ちょっと王子側頼むわ。それ入れてるから、ちょっと。本当に似合っちゃう。あ、いいね、いいよ、いいよ、眼差しが。いいね。おい。ここはこの王子の方が入ってる、入ってる。はいはいはい。はい。進捗の方はどうだ？何の A 星、衛星 A の星が今6対4の割合で乗っ取られております。どういうこと？自陣 A の星って。 A の星がもうダメか。 6割が、はい、 C 軍によりやられております。 B、C のジヌス軍を A に集結させればあるよ。どうだろうか。いや、しかし、今、増員というのは難しい。しかしなどという言葉は私の辞書の中にはいらない。は、失礼しました。どうすればいいかわかるな。なんなりと。サムラクは貴様の首が飛ぶぞ。なんなりと。で、わかるな、つってんだ。わかんねえんだったら飛ぶぞ、つってんだ。私が、A 軍の方に参ればよろしいでしょうか。どうだった？7対3です。めちゃくちゃ押されてるな。閣下、ご命令を。もっと偉い。ランスロット将軍、どうされました？隣国のドブレーテ王国のドボルザーク・バガル32世が帰徳だ。32世が帰徳。30世、29世と同じ末路をたどることになるでしょうね。うん、何かいい策はないか。バンダナ、バンダナ、お前はこの3日4日ずっとそのことについて考えていたと聞いているさ。私めが次の指示をしても言うてみろ。左に行ったバースオブ連牛連牛バースオブ連牛感じです。連牛を呼び戻すというのはいかがでしょうか。練り乳漢字、漢字です。練り乳か、練り牛です。連牛。ああ、失礼しました。貴様、今何と言った？連牛、練り牛です。牛乳というのがパッと頭にしがみついてきて、それで私は練り乳と言ってしまったんだろう。はい、すいません、こちらが全て悪いです。でしょう、ね、全て悪いのはこちらです。閣下、ご判断をお願いします。うん、うん、ランスロット将軍、はい、君は内首だ。ははマジっすか。マジっすか。練り乳で練り乳で内首ですか。あなたのような将軍が漢字もわからないとは、この国も落ちたものだ。いや、わからなそうだろ、ランスロットは。貴様は誰だ。貴様は何やつ。おい、侵入者だ、やってしまいなさい。最後に名前だけでも。お前がやられる予定なの。
やられる前にその名前だけでもではなく、お前そしてその膝に手のそれでもその手先はそれでいいのずっと地味に自分の足に座ってんだよなこいつ。なも何やつお姉じゃねえか。何やつ貴様もうお姉だぞ。今日何かうまくいったところがあったか大丈夫かこれ。何かがうまくいった試しがなかったんじゃないか今。お前一番大変だぞ大丈夫か。オッケー、オッケー、オッケー切らせない、オッケーじゃない、大丈夫か。